内田邦利氏は、日本の生理学者。学位は博士。静岡県立大学食品栄養科学部准教授。大学院食品栄養環境科学研究院、准教授。ニプロ株式会社薬品研究所研究院。岡崎統合バイオサイエンスセンター細胞生理、研究部門特任助教。生理学研究所細胞生理研究部門助教。 福岡市科大学高校史学部講師などを歴任した。1980年3月に生まれた。愛知県名古屋市が設置、運営する名古屋市立大学に進学し、薬学部の製薬学科にて学んだ。2003年3月、名古屋市立大学を卒業した。そのまま名古屋市立大学の大学院に進学し、薬学研究科にて学んだ。2005年3月、 名古屋市立大学の大学院における博士前期、課程を修了した。大学院修了後は、2005年4月に、ニプロに入社し、医薬品研究所に研究員として配属された。その後、同名の国立大学法人により設置、運営される総合研究大学院大学に、進学し、生命科学研究科にて学んだ。大学院生として在学中に、 テンパチャーメタボリズムと題した博士論文を執筆した。2010年3月、総合研究大学院大学を修了した。それに伴い、同年3月24日付で博士の学位を取得した。大学共同利用機関法人である自然科学研究機構が設置、運営する岡崎統合バイオサイエンスセンターに採用され、2010年4月より、 細胞整理研究部門の研究員に就任した。2011年4月からは、岡崎統合バイオサイエンスセンターの細胞整理研究部門にて、特任助教に就任した。2012年11月より、同じく自然科学研究機構が設置、運営する生理学研究所に展示、細胞整理研究部門の助教に就任した。なお、2013年9月より、 アメリカ合衆国のイリノイ大学シカゴ校医学部の訪問研究員を兼任していた。この医学部は、クック郡シカゴ市、ピオリア郡ピオリア市、ウィネベーゴ郡ロックフォード市、シャンペーン郡アーバナ市など、イリノイ州の複数箇所にキャンパスがあるが、そのうちピオリアキャンパスで訪問研究員を務めていた。2016年7月、福岡学園が設置、 運営する福岡歯科大学に転じ高校歯学部の講師に就任した。2020年4月、県と同盟の公立大学法人により設置、運営される静岡県立大学に転じ食品栄養科学部の准教授に就任した。食品栄養科学部においては、主として環境生命科学科の講義を担当し、生態機能学研究室を受け持った。また、 静岡県立大学の大学院においても食品栄養環境科学研究院の准教授を兼務することとなった。静岡県立大学の大学院には研究院、学部生が導入されており、大学院では役職生命科学総合学部の講義を担当した。ありがとうございます。